切り絵と立体絵画を楽しめる特別展が蕨市立歴史民俗資料館で開かれています。特別展では大学時代に独学で切り絵を学び多くの作品を作っている切り絵画家の高木亮さんと、紙を幾重にも重ねて立体絵画を制作する 3D ピクチャー作家の海光悦子さんの作品およそ150点が展示されています。高木さんのこちらの作品は、高木さんの作品に多く出てくる夢という黒猫がのんびりと春の日を過ごす様子を表現しています。海光さんの作品は6台の車が取り込まれた家を描いていて、ユニークな世界観が特徴です。また展示会では高木さんと海光さんの共同作品も見ることができます。共同作品は海光さんがパーツごとに分けた高木さんの切り絵に鉄筆で折り目や丸みをつけ、突き出るような立体感を生み出していて、高木さんの作品の特徴である可愛くておかしくて少しだけ寂しい世界がより生き生きと表現されています。また額の中に LED ライトを入れることで作品に趣深い雰囲気を加えています。高木さんの2次元の切り絵と私の3次元の、立体の、3D ピクチャーというんですけれども、それを対比しながら2人のコラボ作品を見ていただけるのが一番両方見れるので楽しい世界だと思います。切り出される命切り絵 &3D ピクチャーは入場無料で来月12日まで開かれています。